今永、ひっそりと MLB 史上初の快挙を成し遂げる。カブス今永翔太投手がメッツ戦に先発登板し、7回まで87球を投げ3安打無失点1四球7奪三振の好投を見せた。今永はデビューから無傷の5連勝を飾った。メジャー初の中4日で先発し、初めて7回を投げ切った。ここまで5勝0敗、はリーグトップタイ。今永は防御率を 0.78 とし MLB 全体トップに浮上。 MLB で新人が6試合を投げて規定投球回に達しながら防御率1位となるのは MLB 史上初の快挙。これガチでサイヤングいけんじゃね。新人賞はいらん。天目のバウアーも喜んでるわ。バウアー、翔太は俺が育てた。なんだこの半袖。神だわ。みんないつか落ちてくる思ってるのに全く落ちなくて草。いつか飛ぶと思ってたけどそれほど飛んでねえな。今日はほんまに危なれなかったな。どうなっとんや。フィールディングも完璧やね。今永ってベイスターズ時代もフィールディング良かったん。ファンは一度くらいゴールデングラブを受賞すべきだったと思ってる。試合後の今永はインタビューに応じ、現状の成績について語った。上振れしている。確かに想像していたよりもいい数字が残っているが、紙一重の勝負どころをたまたま勝ってきた。そうでない試合もこれから来る。デビューから5連勝以上の日本人投手は今シーズンの今永よりさらに上がいて、6連勝、石井一久ドジャース02年、6連勝、田中将大ヤンキース14年。今永は2人の投手の背中を追い、次戦登板に臨むことになる。マックンは積んでるエンジンが違いすぎるし、石井もでかくてめっちゃ太かったよな。今永この体格でようやっとるわ。しかも哲学コメントもいいね。上触れてること近くしとるわ。めっちゃ劣勢に自分のこと見れてるな。試合中は興奮してることもあるけど、それもまたよし。この成績なら今年のオールスターもあるやで。あの雨の試合もめっちゃ点差ついてたし、本来は楽ちみたいなもんやしな。最後ヒヤヒヤすぎるな。やっぱ勝ち星って運ゲーだわ。どうせ最終的には 1.80、 20勝とかそんなもんやろ。ほぼサイヤング確定で草。管理人のつぶやき、今永投手無傷の5勝目、おめでとうございます。この試合は初めて週4日で登板しましたね。数試合ならなんとかなるかもしれませんが、続けていくとどんな影響があるかちょっと心配です。正直ここまでできすぎなので、いっぱいあるいは炎上して再調整するまでは週5日で行かせてあげたかった。まあ首脳陣の万全の信頼があってのことですし、当然今永投手も了承の結果だと思います。ただ6月くらいまでは週5日中心でお願いしたいところです。視聴者の皆様がここまでの今永投手に感じていること、心配なことなどがあればコメント欄で教えてください。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。